渚かおるの月夜に香るクッキーを買いました。ダージリン風味です。もう見た瞬間ちょっと吹いたんですけどね。どや、誰が考えたんですかね、これ。これちょっと面白いです。まあ、ちょっと確かに月面に浮いてましたね、この人ね。次どんな風に話始まるのか気になる。もう本当映画見に行きたいですね。カオル君といえばなんかフィギュアのね、色ん何ていうか色付けするなんか絵の具みたいな、それ専用の、その色の名前がカオルフレッシュなんですね。肌の色、この肌ですね、この肌の色、カオルフレッシュっていう色でした。それがちょっと未だにちょっと思い出すたびに面白いです。ダージリン、ダージリンあんま飲まないからな。あ、結構ふわっと紅茶の香りします。まあこれが多分ダージリンなんですね。あ、ザクザク食べて美味しいですこれ。これ普通に美味しい紅茶クッキーですよ。これパッケージがこねてなかったら普通に上どうなんだろうな。やっぱこういうパッケージだとちょっと選びますよね、お客さんは。これ美味しいです。これリピートするかも。渚かおるの月夜に香るクッキーでした。